お疲れ様です。今日ですね、こちらのエリポンゴレやっていきます。ということで、なんか来シーズンね、ダクネ強化だったりヒーラー強化でゴーレム強えやん、エリゴレやべえやんっていう話になってますけども、現環境すでにねいます。はい、すでにゴーレムエリゴレも地味にいるんで、まあそのちょっと使われてるねゴレやっていこうかと思います。ランバーダクプリのボンバーですね。まあ、エリポンゴレといえばエリババだったり、また前世紀のゴルナイだったらねよく入ってたんですけども、最近ほんま見ない。勝ち込みゴルナイ、まあエリジャイではいるんですけど、それ以外のデッキにはね本当ちょっと入ってこないかなっていう感じになっちゃいましたね。まあなんか安定するのがやっぱダックプリ、スケラ受けだったりだとか、シールドあるんでスパーキー受けやすいだとか、まあトリマゴーレムの後ろにつけとけばなんとかなるよねみたいなところもありの、あとはボンバーですかね。まあ、こいつタルババでも、あてかデニスとかキョス、あーいや、キョス強くなんですけど、よろしくグッドゲームって言ってきてる。でも引き分けにしたいぜのグッドゲームですね。フレンドいるんですけど、まあゴーレムだけどちょっと動画撮ってるんでね全然よろしくってとこ。はい、おい、多分グッドゲームしたいんでしょうけどダメです動画撮ってんでね、はい、まあ、フレンドなんでね、はい、あ、よろしく来た。怒ってます彼は。あ、てかエレジャイにめっちゃ弱いんですよ相手のデッキって。だからエレジャイだと思ってますね俺が。全然そんなことなくて、俺も嫌っちゃ嫌なんですけど、あのギザでやばいな。うっ、えぐい。キョスケを叩かされたら危ねえ。なんとかウィザードやっつける。これキョスケナイトスケブっていう、でトルネ5ウッドウィザードっていう、なんか本当にこのデニスト、デニシト、こいつしか使ってないです。で呪文5なんで、あの攻めトルネとか怖いっすよ。さあ、いや全然いい。ランバー、ランバーだけでなんとかなりそうで、なんか怖かったんですね。なんか釣れた、ペニーだけでいい。いやちょっと流れは意外と悪くない。エリポンいて、はい、まあ、このデッキ、ゴーレムデッキなんですけど、まあ、エリポンデッキです。ぶっちゃけエリポンでなんとかしていこうっていうデッキなんで、まあ、エリポンいて、まあ、こんな感じでゴーレム出してライドラつけてウィザードだけどうにかしばきたいなって感じかな。いや、なんとなくこの逆サイもね、あ、来たたまたま来た。まあウィザードいるんでね、あとスケーブ2来るかな、どうだろう。でも残るで5使ったからこのね、よし、かもライドラ素敵で、これもう一回置けんな。よしよし、いやめっちゃいい流れ。なんかね、キョスケがあるんでユニットいっぱい行っても意味ない論のちょこっと付けですねだいぶ、いや、いいウッドすぎ。いや、これゴーレムのダメージを通したい。これ左にこそ行って、ちょっとないかも。ファイブ来る、ないと。いや、ちょっといい、ちょっといい、ちょっといい。いや、なんか、え、この見て何人でおったんやっていうさあ、いや、これはマジエリポンの良さが出てたんですね。エリポンとこのライドラのどっちかに呪文使わせたらどっちかが残るよね戦法ですね。いや、まあこれが強いだけなんで、言ったらこのデッキはね、もうエリポンゲーです。さあ、今の逆サイのね攻めはちょっと良かったですね。まあキョスケいたんでね、そのキョスケの後ろにどんだけユニットつけてもバカで飛んじゃっちゃうじゃないですかね。それはもうわかるじゃないですか。あー、やだ、ずるすぎ。その1個引き目のね、なんでじゃあつける必要ないですよねって話ですよね。
まずい、美味しくない、高いお店知ってます。行かないでしょ。はい、キョスケの後ろは美味しくないですよ。つけるだけね、ちょっと損しちゃいます。リッポン出してディガーを当てる、それだけ。ボールブレーカーなどどうでもいい。リッポンで勝つ。始まりマジャじゃないとやめてほしいな。チュジュン、危ね。近畿かこれ。あー、オッケー。さあ、これもエリポンゲーですね、完全に。いや、俺はここで8枚ゴールもしてみる。いつもしないから。どうなんですかね。めちゃめちゃ微妙そう。めちゃめちゃ微妙。いや、めちゃめちゃ微妙に見えたが、意外と、いや微妙か。なんとも言えなかったですね。さあ、エリポン来たいな。リガーだけなんかええ感じに。オールブレーカーはね、いいです。はい、いや、エリポンなんか担られてんな、おい。いやー、もうゴール展開知らない。あのマジやっちゃ低めをね、どうにかしなきゃいけないんですよね、私は。ライドルの感電。これ守られるのかな。いや、なんかミスってるね。だからもしかしてだけど、あなたミスってるね、防衛大丈夫かな、これ。いや、これ止まったら本当に土下座する。さすがにね。全部見に残ってるわ。いや、まあまあまあ、でもこれやっぱ強いですね。この呪文持ってない相手とかに対しての後半にね、ただただユニットをこうつけるだけ。いや、これがあるからね、ちょっとメガナイトとかはね、最近見かけない苦しいカードだ。さあ、今みたいにエリポン置いてね、ゴレの後ろにつけとくだけで勝てるとほんと幸せですね。なんですけど、あんたは一体何を使ってんだい。エリポンもなんかね、5番目にあるとね、ネクストにあるとボンバー咲いてエリポン置いたりとかできるんですけど、まあそこはランダムなんで仕方ないですか。さあ、ザップ取り。ヤッホーってラバヤッホーじゃない。俺の記憶通りならラバです。はい、相性良さそう。ライドラビリビリで、いや、しかもあれも回収できる。いや、ファイブくるかなこれ、このライドラに。さすがにね、そんなコストはねえか。卵、俺のだけ生まれない。いや、これ次バルーン来たらどうやって止めようってなるんですけど、もうエリポン取るねで緊急起動っすね。来い、来てほしい、なんなら。さあ、まあ来なかったんで。いや、ラバは正直ライドラゲーだと思ってるんで、いや、でもこれいい攻めだな、こう見ると。良すぎる攻めじゃね、これ。やばいね、何この攻め。何この良すぎる攻め、やば。いや、バカいい攻めされた。サーブ使われたんで、いや、いいランバーよ。このね、ファイブを待ってからの追加、美しい。ピョン、よく投げたからのポン。いや、もうこのエリポンの音が幸せ。さあ、これは、まあ、頑張ってライドラで
めっちゃ守りたい。なんでこの位置のライドラなんだろう。本当に俺が一番持ってる。この真ん中のユニットで行かれそう。さあエリポン命、このデッキはエリポンデッキです。あーいや完全後ろからなのか。じゃあ俺も完全後ろからで延命したい。いやでもここにねファイボが来るんですよ。お兄さんマジでいつまでこれするいつまでこれするってなるでしょ。無限ですよ。何やってんですか。エリポン壊したかったんですよね。ババいたっけ。やべランボ逆いった。なんで。まだこれはエリポンです一生くんやんって思うでしょ。一生くんですよ何があっても。でもそれも使っちゃうんですよ。あやばいこれ。絶対使っちゃいけんかった。ゴルム、ゴルムちょっと届いたらちょっとでいいんだ。贅沢は言わん。破裂。いやなんかめっちゃおるめっちゃおる。はい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 、もうエリポンゲーですね。まあ、相手が今回やっぱファイボなんでね。ラバはファイボとか嫌なんでね。一生ドラゴンとエリポンで勝てます。さあまあ空は相性がいいよと。カップ軍高回転のうまいやつですね。リーガーが飛んでくるぐらいかな。ホグ、いやトルネが間に合い。 OK 耐える。ホグかマイティでしょうね。迫撃のあれ文句でした。これは対クエイクはですね基本的にもうエリポン食いそうないですね。まあ、相手がクエイク打ったら打っても全然いいと思うんですけど、まあ、そんな打つメリットもないんで、打つメリット置くメリットもないんで。さあ、まあ、相手クエイクなんでこれ気楽っすよ。エリポン置かずにつけるだけ。しかも文句なんでね。マイティだったらまあちょっと事故もあるし、ね、いや迫撃、いやこれさフェニックスにだけ行くのドラロアって難しいな。いや防衛見てこの無駄のないね。無駄なさすぎん。そんなことあるっていうぐらい。あーうまいねあんた。めちゃめちゃさすがに外回りしてるといえど。おいボンバー引っかかっとるやんけ。いやでも今の防衛されるとちょっと怖くなってくるなあ。なんかダクプリがアイスピー、スキアイスピー、ちょっと特殊っすね。もしかしてダイバード取ってた。高めますけど。あーお、これなんかちょっとだけ、いやレイジ悪さしてる。あ
かちょっとだけが。ランバーが、ボンバーが、ウェイ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 。これは全然煽りでもないですよ。まず相手の呪文を確かめないといけないんでね。それは煽りです。はい、よし相手がちょっと攻めすぎてきたんでね、ありがとうございます。いや、こういうのもね、このゴレデッキの強みですよね。はい、全然僕勝ってるんでね、煽られてもね気分悪くなりませんけど、いくらでも。さあ、まあゴーレムはねよくありますよ。っていうか、多分デフォルトがもうゴレを通すというよりかはね、ゴレの後衛がぶっ刺さって勝つだと思うので、この後衛部隊で頑張ろう。さあ、ゴブグエボン。まあスケラーだと思いたいけど、ロイも一応あるですね。おお、いや、ロイ寄りになったな急に。間に合い、はい、ファイブ使った。まあケツゴレでもよかったけど、ね、最強ドラゴン部隊この辺でさ、ダックプリに作業を変えてもう一回していい？ちょっと味を締めちゃってさ、まあボンまで行く未来ある。いや、ボンあんま活躍できんかった。おい、いや、卵レイジで生まれる？生まれないのか。さあ、ロイですね。ゴブガのファイボロイか。あんま見ねえ方だ。で、スケキントリトン。めんどくせ。ゴブガめんどくせ。エリポン来たいな。ガンムシでエリポンでもよかったかもね。でもロイ来るな。おぶねえ。もうケツゴレ待ってましたみたいな。あぶねえ今の。何かしてくんだ、一発だけでも。うわー、勘で。いや、一発早めに欲しかった。いやー、全然全然いい。いやー、このライドラはね、まあ、キング起動されるかもしんないけど、させません。はい、お、いやー、なんか怖いな、中継でいい感じに。またさっきみたいなことされるんでね。これさ、ライドラつけたら勝てんかな、単純に。やりこぶに殴られなければ。ああ、いや、めっちゃいい防衛。いや、めっちゃいい防衛。マジ良すぎ？ちょっと待って。そんな止まる？鳥？行くな行くな行くな。これ右もある。さあ、落ち着いてエリポンク。エリポンで。でもダメージがやっぱね、そんな入っていかないですね、私。ケツゴレでよかった。引っ張りハンティングトリトンが、トリファイブが、謎を取るんだよ。特別になんかいい攻めができないな。いてー、このロイ。やり込む、飛べ。入る、たまたま。これちょっとでかくね。これあります。ボンバ早く散れ。
お前らこっちだ。感電で。うわぁ、感電いねぇ。うわぁ、かっけ。だいぶ鉄壁だ。フェニックスファイブがお上手です。行くしかない。おい、ゴルゴや。お前はもう今シーズンで終わりだ。あいや、これ難かったね。なんかもっと粘ってもよかったかもしんない、エリポン。本当に、やっぱライドラの防衛でさ、使ってくれるじゃん、相手がファイブをね。だからそのために毎回エリポンいて、場面に4つぐらいエリポンいてもよかったかもね。攻め急いじゃったかも。うい、バケモン来た、ルーカス。世界トップオブトップレアだな。なんか最近あったオフラインのモハメドライト、サジゴブ・ペドロ、ウォレス、まあ海外の本当モンスターですね、がいる大会優勝してましたね。決勝でライト倒してたな、ラバル使って。さあ、まあ豪快転属ですね。クエイクの顔をしてる。え、これもさっきさ、なんかウーゴみたいなやつが使ってなかったっけ、このミッキー。文句迫撃ホグとかだったらありがたいけどね。マイチマジで強いんですよね、ほんまに。まあ下方されるんでいいんですけど。まあまあまあ、もう一回潜れんのかな、さすがに。いやマジ潜りすぎあんた。いや全然いいですよ。迫撃ホグのマイティクエイクだと思うんで。ああ、まあまあ、ランバー受けのね、捨てホグっすよ。迫撃の受けがちょっと、あとマスケね、地味アド取ってそうけどいいです。もう一回守ります。まあ2発、これマイティホグくんのかな、端前。まあ一応警戒ね。端前マイティやっすよ。いや、ケツゴレして、これさあ、これが強い、これが強い。よしよし、いや流れはねいいですよ。追加して、追加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 ゲーム。左隅のあいつを吸いたい、いっぱい吸いたい、気持ちよく吸いたい。クエイクだろどうせ。ここ感電したらあんたボイド。いや、うまい、うまいティー、うーん、うまいな、あれ俺の思ってたのとだいぶ違う。お上手、ホグ来たら強します。適当に行きます。さすがにライドル先行したらもう終わっちゃうんで俺の人生は。い同じ、もう一回マイティーバカーで防衛しようとしてんのがね、もう。キングギドちょっと狙ってるっすね。いや、巻き込んだの。でかいっすね。なぜボンバーをつけないのかって、いや、俺もそれは本当思う。マジ？これをそんな、絶対高めの方が良かった気がする。まあ、ボンバー生贄にできる。強い、それ。いや、流れがいい。多分、もう一回守りたいんだろうな。あんま調子こくとね、ウッドでノックバックしてね、ゴーレム先行、ライドラ先行狙われちゃいそうっす。いや、絶対明らかに相性はいいんですよ。よしよし、即引っこ抜く、きついと絶対。いや、この前一事故だけ。いや、こんなに守れてるのマジでやばい、ほんまに守りすぎ、やばい。早く引っ抜かなきゃ。
にリスペクトレベルで守られてる。こういうのが負け筋ってやつかも。いや怖すぎ、さすがに左側めちゃ入るやつ危ねえ。いやでもこれ俺タワー折れないの不思議ですけどね。やばくない、まあ、勝ったけどみたいな。防衛マジでうまいなタワー残してくるっすからね化け物たちは。いやでもさすがにねやっぱ相性がありますよね。でげー